んにちは、ミヤザワフルートの岩島です。大坪です。今回はなかなか楽器を試奏に行けない全国のフルーティスト、そしてこれからフルーティストになるかもしれない皆様にぜひミヤザワフルートの音色を紹介したいと思い、この動画を作成いたしました。少しでも皆様にミヤザワの音色を知っていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。試奏するのは初心者の岩島、経験者の大坪、そしてミヤザワフルート開発演奏家の竹下先生です。それでは始めましょう。でしたか。それぞれ
違う等分感がついているので音色や響きに違いがあったと思います。同じフルートでもレベルが違う人が吹くと違いがよく分かったと思います。ありがとうございました。